竹島武道具の竹島翔二です。じゃあこの3つで、ね、どれが一番よくお客さん売れたのかなというと、一番人目をついたのはやっぱりこの、ね、クロスですね。従来のね、やっぱこっちのファースト、もちろんね、こっちも初めて見る人はもう全然おお、なんだこれってことでやっぱり見ていきます。使ってる方も多いんですけど、やっぱりこっちのねクロスを持ってきた時、年配の方はですね、剣道さ、ここの部分やっぱりねすごく気に入ってる方が多かったですね。骨のまっすぐ刺しで、これもねやっぱり欲しい、かっこいいって方はね、やっぱ何人かいて、3つともねかなり個性的なので、だから同じ武骨の中でもそのね、まあ同じものを2個買う人もいますし、で今度こっちにしようかなってことで、やっぱクロス使ってみたいなってことで買う方もやっぱりいらっしゃいますね。女性の方でもねクロスやっぱり買っていかれました。見た目はかなりこうなんだろう、重厚さがあるんで女性にはどうかなと思ったんですけど、意外と被ってみるとね、そんなに頭大きく見えない。差し目が大きい防具って女性がやっぱ被るとね、ちょっとスマートに見えなかったりするんで、そこね敬遠されるんですけど、でもこのね武骨のクロスは結構スマートに見えました実際のところ。初めて武骨を買うお客さんにおすすめな武骨っていうのはどれですかね。やっぱりねファーストですね。かなり人目をつくと思うし、やっぱその堅牢さ、ここのあと斜め出しですね。で値段もね、そこもあのクロスよりは多少値段やっぱ下がるんで、まあ、一応こっちも買いやすいということで、私はこれを初心者最初にはおすすめをしております。商品の気になる方は、竹島武道具の竹島翔二までお電話ください。よろしくお願いいたします。